武井デビコ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。まだ大阪にいております。今日のゲストは、いやもうスペシャルゲストでございます、タージンさんです。どうもすいません、よろしくお願いします。タージンと申します。ありがとうございます。いや本当久しぶりですね。僕ね、タージンさんもう久しぶりと、こうやってお話しさせてもらうのも初めて、はい、いやゆっくりは喋ったことないですね。ご挨拶程度ですもんね、だって僕素人の時にもうテレビで見ててこの世界に入って一番最初に北野誠さん主催のライブで、はい、松竹から先輩誠がやるから見に行けって言った時一緒に出てはったそうタージンさんの舞台を見て、パントマイムをやってるネタを見て、パントマイムを僕がやってたこと知ってる方はほんまに数えるほどやと思います。いやね、ちょっとあの遊びじゃないパントマイムで、マジですよね。マジでしたね、あの頃はマジにやってましたね。あの北京一という、はい、北京一教授、今漫才また復活してますが、あれがあの僕が大好きな北京一さんがいらっしゃって、その方に指示して、であの方は気さくな方で教えてくださって、うんうん、であの 今は全治一門で一緒なんですけど、はいはい、その当時はまあそうでもなかったのに、まあ、いろんな教えてもらって、でパントマイムやりましたね。パントマイム面白い。もともと落語好きなんで、落語って言葉で、仕草で、はい、そんなところで同じ位置で降りながら、うん、イメージをバーッと膨らませていくじゃないですか、はいはいはい、パントマイムは喋らないんだけども、うん、動きと表情だけで、あ、なんかすごいんちゃうの、うん、ってこう広がっていく、でそれぞれがイメージしていくんで、こうすごく共通する部分があると思ってたんで、うん、前々から落語も大好きやけどパントマイムも大好きやったんですよ。いや僕ね、はい、あの時にもうすごいなと。だってあの時お年おいくつぐらいでした？多分その頃はまだ、21になるかならんか、それぐらいですよね。20歳になるかな。あのね、ちょうどね、北野誠というのが私の大先輩で、うん、高校の先輩なんですよ。あ、そうなんですか、はい、僕は大阪市立高校というところで、で、僕より学年が4学年、だから重なってないんですけど、うん、4学年上が北野誠、うん、5学年上が桂小春団治。だから高校1年入った時に、1年生の時に、たまたま学校に遊びに来てはったのが北野誠さんと、その当時は小春になる前の春雪歌はった時の小春さん、はい、それから今構成作家東京にいらっしゃるあの東野博明さん、ガッシャン、この3人が来てくれたんですよ、これでお前1年生でなんか落語したいらしいな、そうです、したいんですってお知見があったので、これやったら珍しいな、じゃあお前連れて行こう言って、その日のうちに連れて行かれて、どこへ連れて行かれるんかなと思ったら、京橋の平八亭というところへ行って、とりあえず上上と学生で、とりあえずやっぱりこの世界に入った、まあ、仲間になったならば、大人の世界だから、いわゆるカツオのたたきと生ビールを用意されて、飲めと。で僕、飲めるかどうか分かりません、飲んで、気持ち悪くなって半分ぐらい、いや飲め飲め、飲んで、うわで、このまま帰らしたら親に怒られると、はい、で誠さんが家電話して、今日は先輩の家泊まるゆえ、ほう、僕ほんまにあの北野誠さんの家行って、またお実家でしたよ、はい、でそこで泊まらせてもらって、でその時に夜僕しんどいのにまた飲みながら3人が喋りはんのがおもろいんですよ、ほうほう、で忘れもせんガッシャンが、はい、あのなお前こうやって初めて会うたから、もともとねうちの親父とガッシャンのお父さんがたまたま仲良しやったんですよ、京都の。でそれが、まあ、あの後々分かるんですけど、高校時代やから1年やからね、うん、あの東野さんがお前大人の世界に今日はカツオのたたきとビールで入ってるから、うん、いつかこれを使うだろう言うてね、コンドームくれはった僕ね、忘れませんピンク色でね、縦長やね、はい、縦長に入ってるんだよな、でこれがね、女の子がこんなポーズしてるアメリカのやつやね、これこれ学生証の横に刺してね、いつか使えると思って、ね、いつか使える、これをね、もう本当に頼みにって言いますが、これを一つの、人生の目標として高校生活を送ろうということになって、これまあそういった意味では僕にとったらすごく刺激的な先輩方大人の皆さんに囲まれたんで、でもね僕ね、そのデビュー当時に誠さんとか、まあ、タージンさんに、ね、はい、僕はもうほぼ同期やと思ってたんですよ。いやいや、そうそう、僕もそう思ってましたよ。あ、僕なんですか。そうですよ、僕は反対にビッグブラザーズはほぼ同期を思ってましたよ。いや大先輩、いやいやいや、僕そう思ってましたよ。同期は誰なの。僕ね、同期はね、少ない、まあ、話し家で言うならば、話し家ならば吉本の、桂楽珍とか、はいはい、桂あやめ、はい、それからあのフリーやってますけども花男児、はいはい、でこの辺のあたりがほぼ同期で、あと吉本新喜劇の吉田ヒロ、え、ヒロ兄やんと、はい、あのこれはね僕はあんまり覚えてなかったんですが、うん、
彼から言われました。ダーリン同期やないかい言うて。あのね、もっと先輩だから世に出るのが早かったじゃないですか。いやまあね、だからその印象があるからでしょうね。いや僕ね、どんぶりゴロゴロいう番組やってるんですけど、これがね21になるかならんかぐらいから始めたんで、うん、そこからですね、その前僕18から19になる手前でお笑いスター誕生行ってるんですよ、うん、で僕お笑いスター誕生行った時に中尾美恵さんが本当にあなた18なのって、まあまあ間もなく19やってるけど、うんうん、そうなんですって言ったら、へえおじさんじゃない言われて、うん、まあ、それでも可愛がっていただいて、中尾美恵さん、はい、であの時はね山田康夫さんやったんです、そうです、そうです、ルパン三世が、はい、あの京都の学校から学生が飛び込んできたタージンって紹介してもらいます。もう京都はないんですよ、実は桃山なんで、ピンだよ、うん、だから桃山っていう名前聞くたら安土桃山の京都のイメージだった。なるほど、まあ、でもそれは否定することなく、だからそれで僕はお笑いスタタンは7周行って、だからその印象があるから、もうもっと先輩に思ってたんですよ。全く素人ですね。ねえ、でもね、タージンさん、はい、もう出始めから、学生の頃からやっぱり自分のなんかもうネタとか持ってはったんですよ。まあ、あの自分でまあ漫談みたいな、いわゆる落語研究会、うん、落語会だったので、はい、うんうん、あの講座上がる時にご存知の枕振るじゃないですか、はいはいはい、その枕って非常に皆さんに分かりやすい、うんうんうん、日常的な話をすることが多かったので、うんうん、本来プロの方は今からする本題に導入できるようなネタをしますけど、うんうん、それほど我々あのネタにないから、だから適当におもろかった話、うん、学校でこんなこと、電車の中でこんなおっさんいてまんなみたいな話をしてたんで、はい、それをまとめたというか、それをあの漫談みたいな形でお笑いスタッフさんかけたんですよ。だからネタがあったというか言われたらなかったかもしれませんね。でも、まあ、その時にもう、まあ、中尾美恵さんもそうだ、その年もっといてるよねと思ったら、しゃべりが、はい、出始めの素人に見えないしゃべりでしたもんね。僕は落語をずっと好きで好きで好きで、本当は話し家になりたくて、あ、そうなんですか。本当は僕はね、大学の3年ぐらいで学校は一旦置いといて、うん、あのできればその当時の桂長丸、はいはい、今の雑魚場師匠のところへ弟子に行きたかったんですよ、はい、で結果的にはもうその思ってた年ぐらいにそのどんぶりゴロゴロいうのが話が来たから、うん、あのついつい話し家さんの門を叩くことをせずにこの世界に入ってしまって、うん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 、今ちょっと後悔してますね。だから落語、落語大好きです。でもね、僕思うけど、マルチっていう言葉って、その当時ってやっぱ少なかったじゃないですか、うん、マルチで言ったらそれこそあのタモリさんであるとかね、うんうんうん、そういう方がマルチタレントでも、我々みたいなもんはうまいことごまかしながらの芸ですよ。いやでもね、まあ、見てる皆さん、まあ、全国で見てくれてるんですけど、はい、あ、そうですか。一番わかるのはやっぱりロケの帝王というか、やっぱり食リポとかやっぱ東京の番組とかで絶対出てくるじゃないですか、はい、まあ、そんなことないです。あの技っていうのは、はい、やっぱりもうタージンさんも僕もね、デビュー当時、はい、すっごくロケ毎日読んだ、はい、でまあロケのこうやり方みたいなのを自分で勉強したりとか、はい、でタージンさんの見て、あ、こんな風にやるな、カメラをこう使うんやな、はい、やっぱり独自でやっぱ編み出していったんです。編み出すいうほどでもないですけど、長年やってますとね、やっぱりあのカメラマンさんと仲良くさせていただいて、うん、でカメラマンさんにお話聞いてると、僕出だしの頃は当然カメラマンの、はい、のいわゆる、うんうんうん、キャリアは上なんで、はいはい、その方にどうしたらいいでしょうみたいなことを振ったら、こうやったらおもろいんじゃ、こんな感じの動きするかみたいなことをカメラマンとか技術さんに、どっちかというとね、ごめんなさいね、ディレクターよりもね、カメラマンさんとかの技術系の方によくあの教えてもらいましたね。インタビューするときにマイクの位置であるとか、それそのハンドマイクやったらどうやった位置でいいのかとかですね、うんうん、僕の場合声がでかいから僕のよりも相手の声を取り合わせたとか、そういうのすごく技術さんに教えてもらったなと思いますね。それでカメラに持ってくる食リポの時に食べ物を持っていく方とかも、はいはいはい、タージーさんならではのやり方になりますよね。あれはもうあの本当に反則ばっかりですいい加減なことしてます。いやでもね、僕ね、はい、今ね改めてそういうロケの仕方が見直されてる時代かなと思うんですよ。そうですかね、はい、あの極端に言ったら、じゃあ行こうってポンと跳ねて、またポンってくるのが今新鮮になってきてるんちゃうかと。昔はね、それは普通やったので、反対にあれやったら恥ずかしいところだった、うん、そうそう、一時ね、もうカメラ目線して何かをするっていう恥ずかしいロケという時代になってきて、ありました、ありました。あえてまたもうタージンさんみたいな、だからクローズアップされて、やっぱ東京でも使われるんやと。いやいや、そんなことないんですけど、ただ珍しいんでしょ、あの
東京ではほとんど無名なので、うん、本当にあの大阪に珍獣がいてるぞというところですよこんなおっさんがいてる、しかももう40年近くずっとリポートしてるでやるのがあって、やってるもんね、だから結構そういう意味であの本当にあの、絶滅危惧種の一つをみたいに言います。もう食リポ何本やったんでしょうね。もう何本やったんでしょうね。でも結構ね、数はやらしてもうたと思いますね。でもね、大さん、食べてね、はい、まずいとか、んとか思う時ってあるじゃないですか。いや、あのね、うん、実際僕はですよ、うん、あんまりまずいのには、まあ、はっきり言ってまずいのはなくて、うん、ずば抜けて美味しい、例えば僕が表現するぐらいずば抜けて美味しいものかって言われたらごめんなさい言うのもあるんですよ。普通やんと。ただ普通やんっていうのはまあ僕が思ってるだけであってね、ひょっとしたらこれをめちゃくちゃ美味しいと思ってる方もいてると思って、ここはすいません、おそらく皆さんを少し騙してるところになりますが、これぐらい平均点60点ぐらいかなっていう点数でも85点ぐらいの表現はすることもありますよね。これはなるほど、うん、なんていうことか、まずいのに当たったことはないですが、うん、まあ、ゲテモンみたいなやつがね、はいはい、これ褒めてもおかしいからね、うん、そういう時はアリを油炒めしたものとかね、うん、セミとかね、はいはい、そんなものはこれはちょっともうあかんわみたいなことは言いますしね、うん、なるほど、まあ、だから何でもかんでも言うてもいかんなと思ってるところです。おー、タージさん、なるほど、もう画面に出てきたらあの勢いというかタージンワールドがパッと出てくるじゃないですか。あれはやっぱり僕らもやっぱりタレントやってて、はい、やっぱあそこはすごく羨ましいなっていう。だから物ってあるじゃないですか、物取りって品物とタレントとって、はい、やっぱどっちを重視するかってディレクターの編集のセンスでもあるけど、はいはい、もうタージンさん出てきたらもう両方物なんですよね。いやいや、だからそれはやっぱ素晴らしいなって思うんですよ。いや、 いやでもほんまにね、そんなことじゃないと思ったんですけども、まあおかげさんで長年やってるからそういうふうに使ってもらうこともあるのでね、ありがたいなと思いますけど、ただもうちょっと頑張らないかなと思っております。まだよく持ってます。いや当たり前です。やんだ、まだまだ行かなくても武井さんとこうやって喋らせてもらうのありがたい。この YouTube と、YouTube ね、はい、僕もやってるんですよ。そうですか。はい、タージンのミスランガイドという。ミスランガイド。ミスランガイドはここへ行ってこれを食べたら、あ、ミスらないよ。なるほど。決してこんなタイヤのところの真似したことはありません。ない、ない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 。ミスランガイド。ぜひともミスランガイドを検索していただければと思っております。タージンさんって、はい、その名前の由来って、これはインドのタージマハールでございます。ほう。これも私はいじめに遭いまして、大学入った時に お前の芸名は3つのうちから選ばしたと先輩方が集まって、何ですかって言ったら、1つがクアルルンプール、2つ目がブダベスト、3つ目がクアルルンプール、俺じゃブダのタージマハル、どの3つのうちどれ、まあそれもいらんな思ったけど選ばんとあかんので、一番マシなのがタージマハールかなと思ったんで、大学時代は地獄やタージマハール、地で言うと田島地方の春と書いてタージマハール。なるほど。時の人間が呼びにくいからタージタージタージンとこう呼び出したので、もうタージンにしました。はあ、本当はね、もうこの世界入る時にね変えたかった。お笑いスター誕生のね予選の時にね芸名書くらんあったから変えたかったけどね、学生でしたからね、変えたらまた変えた時に先輩がボロクソ言うと思ったんで、これはやめとこうと思ってタージンにしたんですけども、もうタージンですもん、ね、いやいやいや、そんなことないですが、ね、いやもう本当ありがたい。でも僕自身はあんまり、自分の名前に、思い入れ親しみそういったものはないのでございます。ああ、そうか、はい、いつでも名前変えて桂なんとかになりたいぐらいでございます。今日はね、ありがとうございます。ゲストのタージンさん、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。武井さんとこうやって喋らせてもらうのめったないので嬉しいです。こちらこそ本当ありがとうございました。ありがとうございました。昔から男前。昔から男前。着るよ着るよ着るよ。男前。ありがとうございます。